国鉄機動車の車両形式本項目では、日本国有鉄道及び国鉄分割民営化により、国鉄の車両を引き継いだ、JR 各社が保有する機動車の形式番号の、付与法則について記述する、JR 東日本キハ1 0 0系2 0 0番台機動車の、場合、キハ1 8 1系機動車以降の、新系列機動車と、それ以前の在来系機動車とで、 形式の不安方法が異なり、電車と同様に在来系のものは2桁、新系列のものは3桁となっている。国鉄時代には、新系列機動車は、特急系機動車と事業用車しか製造されず、特急系以外の車両は、在来車との連結運転を優先して2桁の、形式の車両が製造された。民営化後は、特急系以外にも3桁の形式が登場している。 また、JR 九州キハ72系機動車や JR 東海キハ75系機動車、キハ85系機動車などのように、JR 加護もあえて二桁の形式を用いている場合もある。このうち、キについては、機動車、HB については、ハイブリッド機動車を、GV は電気式機動車をそれぞれ指し、丸については主に付随車の車種を表す記号を表し、については用途を、A は、 機関方式 B は車両用途構造を C については AB に付随して定義される数字を指し X は製造番号を表す JR 九州と JR 西日本 JR 東海では A が省かれた以外は新系列機動車と同じ表記となっているが HC85 系については電車と同じくくもで表記される JR 東日本では機械200系以降 100の位は、駆動方式を表す記号として用いており、以下のように不満している。また、同型以降の車両はこの数字の前に、E が付く。JR 加護に申請された形式の形式番号は、以下の通り。なお、上記の C にあたる数字は、特急系の場合、基本的には、運転台のある車両に奇数を用い、運転台のない車両にはその数字より一元した、偶数を用いる。 ただし、キハ183系機動車では新しく設定された、中間電源車に、キハ184という形式を与え、1系列で3つの形式数字を使用している。このため、その後に登場した、キハ185系機動車の運転台のない車両には、系列を表す数字より一増した、偶数186が使用された。また、キハ189系機動車では、 運転台のない車両は一元時単偶数に戻っているのみであったため、この現在に連なる称号規定は1957年4月に制定されたものである。それ以前は客車の番号体系の中に含まれており、二軸車及び変ボギー車は5000番台、ボギー車は4万番台を称した。このうち、木については起動車を指し、丸については車種を表す記号を については用途を A は車両用途構造を B については運転台による区別を表す形式番号を指し X は製造番号を表すまたは空白を表す特急系以外特急型は上記の基準にのっとらず運転台のない車両運転台付きの車両の順に追番で付与する JR 四国が所有している車両のうち JR カゴに申請された車両には、形式と車両番号が一体となった4桁の数字のみの表記が用いられており、機動車には繊維が1か2の形式番号が、普通列車用の機動車の中には、通勤系、近郊型として製作された車両もあるが、新系列電車とは異なり実際には区別されずに、混用されているため、本校では特に断りがない限り一般型とする。 AB 渡辺龍太郎 JR 東日本 GVE 400系機動車鉄道ファン58 PP 54から61 ABC JR 西日本のトワイライトエクスプレス Z 封用として登場 AB 新系列機動車では新生児及び改造車種としても存在せず AB データで見る JR 西日本 西日本旅客鉄道 P119JR 東日本が特急用の機動車を製作したのは秋田リレー用として製作したキハ110系300番台のみで秋田リレー運行終了後には一般型へ改造されている JR 西日本における機動車急行は2009年3月の津山を最後に廃止されたため急行系機動車の今後の導入は見込めない模様である メーカーから出場した日時順とは必ずしも一致しない。ありがとうございます。